皆さん、こんにちは。北海道留学センター東江です。本日はですね、オーストラリアゴールドコーストにあります、語学学校インフォーラムエデュケーション。こちらの日本人スタッフであります、ゆうこさんにですね、ワーキングホリデービザの方向けに提供されてます、ジョブサポートについて、これからお話ししていただきたいというふうに思います。それでは、ゆうこさん、よろしくお願いいたします。はい。ゴールドコーストにあります、インフォラムエデュケーション、日本人スタッフの古川優子と申します。今日はですね、ワーキングホリデーの方、学生ビザの方、必見の、アクティビティのご紹介を、あ、ごめんなさい、間違えました。ワークショップのご案内をさせていただきます。はい。じゃあ、画面をですね、早速シェアいたします。はい、お願いします。はい。よろしいでしょうか。はい。インフォラムエデュケーションでは、1日、4時間の修学を、まあ、皆さんにしていただいてるんですけれども、その後ですね、無料のワークショップと、あと有料のワークショップというのを、まあ、ご提供しております。で、このワークショップが結構これからお仕事を探されたい方に、とてもね、もう必見かなっていう感じなので、ちょっと今日はご紹介させてください。はい。まず、まあ、皆さんにご提供している無料のワークショップ、何があるかと言いますと、月曜日は、日本人のスタッフ、私が日本の生徒さんに向けて行うランゲージライフセーバーズというワークショップがございまして、この中で、まず、例えば、こう、仕事に必要なことであるとか、仕事の探し方とか、まあ、最近の時給こんな感じだよとか、こういうところで皆さんお仕事されてる実績ですとか、そういうことをね、ご案内させていただいて、ております。で、その他火曜日から、木曜日までは、まあ、通常のワークショップやっているんですけども、木曜日は特に、まあ、ワークレディとして、まあ、履歴書のですね、作り方のサポートというのを行っております。はい。で、今年2022年からですね、始まりました新しいワークショップがございまして、こちらを2つ、ご紹介させてください。はい。一つはですね、インフォーラムデコーラムという、業界初西洋マナーエチケット講座が始まりました。で、これはですね、まあ、もともと、まあ、日本の学生さん向けに作られ、あ、できたワークショップではあるんですけれども、まあ、留学する上で、まあ、言語、それから文化をね、学んでいくと思うんですけれども、まあ、ベースの西洋マナーとかエチケットって結構忘れがちだったよねっていう初心に帰ったわけです。それで、まあ、できたワークショップなんですが、これをですね、やっていくにつれて、すごく、お仕事サポートにもなるなと思っておりまして、今回ちょっとご紹介させていただきます。で、デコーラムって何かと言いますと、もともとは、まあ、イギリスですとか、オーストラリアの、まあ、女学院と言いますか、ガールズハイスクールなんかで、そういうエチケットを学ぶ、コースのことを、コースですとか、スクールのことを、デコーラムと呼んだそうなんですね。はい。で、ワークショップはどのようなことをするかと言いますと、合計6回にわたって、で、行われます。毎回テーマが違うんですけれども、まずは、まあ、西洋の礼儀作法とはというところから、あとは、まあ、こういう外国でね、外国というか、まあ、オーストラリアで、初めて会う方と、まあ、どんな風に自己紹介をしたらいいのか、それから知り合いを自己紹介したらいいのか、もしくは、こう、初めて会った時ですとか、お食事中に、こういう話をすると盛り上がるよ。こういう話をするとタブーだよっていうような、まあ、会話の礼儀作法っていうのも学びます。で、それからレッスン3から5までは、外食ですとか、あとパーティー中の、まあ、礼儀作法っていうのを学ぶんですけれども、ご自身がホストになった時、それからゲストとしてお招きされたとき、どのような、作法をね、知っておくと良いかということを学びます。で、最終週の6レッスン目では、ホームパーティーを開くんですけれども、そこで実技演習をいたします。で、実際にどんなことをするかというのをですね、ちょっと動画を交えて、お見せしたいと思うんですけれども、実際にですね、こういう、リコーラムってもうまず礼儀作法なので、知らない方から学ぶんですね。Very good. Now remember when you're walking, you must look like you're relaxed. Oh, very close. Try again.
結構こう、ジェネラルイングリッシュのクラスではなかなか出てこない単語なんかも、学びますので、レッスンの前には皆さんに単語帳というのをですね、お渡ししまして、あらかじめ単語なんかを理解してから授業に挑んでいただいております。はい。で、それから会話デコーラム、会話のお作法なんですけれども、例えば、まあ、欧米の、ね、方に、お友達を自己紹介するときに、どんなことを話すといいかっていうことをね、学ぶんですけれども、あとは、ゲストでね、お招きされたときって、やっぱりこう、会話でね、その場を盛り上げましょうということで、こういう話をすると人気者になれるよっていうこととかを、まあ、皆さんに、レクチャーしまして、実際にスピーキング練習をいたします。で、これが、まあ、その感じなんですけれども。会話カードというのをお渡ししまして、トピックがいくつか書いてありますので、それに関して、こう、会話の練習をいたします。はい。結構ね、日本の方は割とこう、初めて誰かに会ったとき、こう、ちょっと引っ込みがちかと思うんですけれども、あ、これだけは押さえておくと、私、会話続くかもっていうことさえ分かっていれば、自信につながると思いますので、まあ、そういうヒントをですね、皆さんにお教えしています。はい。で、その他、外食ですとかパーティーのお作法として、ナプキンの使い方、それから準備の仕方というのもやります。で、例えば、使い方なんですけれども、ね、結構皆さんね、知ってるんですよね。お口拭くときはこうとか。ただ、席を立つときとか、あとは戻ってきたときの対応の仕方なんかもね、やります。はい。で、あとは、ご自身が、こう、ホストとして、準備をしなきゃいけないときに、じゃあ、どういうふうに、準備をするといいか、ですとか、あとは、ま、こういうところにある、こう、小物ですね。ナプキンの小物、を、英語で何て言うのか、っていうようなことをね、学んだりします。はい。で、その他、カトラリーの正しい使い方も学ぶんですよ。はい。結構、皆さん、ご飯が終わったら、こうやって揃えるとか、休憩中は、ハの字みたいな感じで、なんか、覚えてらっしゃる方多いと思うんですけども、他にもですね、いろいろ意味があるんですね。はい、で、それを学んだ上で、こういう感じで練習をします。Finished. And I like this. I'm ready for seconds.Pause. Finished. Excellent. I'm ready for seconds. I don't like this. You gotta get quicker. ご存知でしたか、東です。ないですね。でも、これを、まあ、ご自身のお作法として、まあ、覚えておくのももちろんですし、もし、こう、現地でレストランでね、働くときに、お客様が、こういうフォークとナイフで何かの合図をね、送っているときなんかにも、これを知ってるか知っていないかだけで、仕事がね、スムーズにいくと思いますので、これ覚えておいて損はね、ないと思います。はい。それから、パーティーデコーラム、パーティーの作法の一つとして、グラスの違いとか、お皿の違い、カトラリーの違いっていうのも学びます。例えば、カトラリーは、ナイフとフォーク、どれが肉用、どれが魚用とかね、まあ、ベタなところからですね、そのお皿一枚一枚、これはこういう時に使いますとか、このボールは、サラダの時に使います、スープの時に使いますって、そういうね、違いなんかもね、学びますし、であとは、グラスも学びます。でグラスがですね、まあ、こんな感じです。There are several different types of glasses, but they'll always be small because you don't drink too much of this one. Champagne always is in the tall one because you want the bubbles to come up. いや、こういう感じで、グラスですとかお皿の違いがあらかじめ分かることで、これからホスピタリティ業界、レストランでお仕事されるときにとてもスッと入りやすいと思います。はい。はい。で、それからですね、まあ、パーティーのお作法の一環で、自分がホストとして、ディッシュをサーブするときに、どのようにやるかという実技演習もするんですね。で、右から出すのがいいのか、左からやるのがいいのか、ですとか、どちらから下げるか、ということも学んだ上で、実践をいたします。Okay.
あとは、どういうふうに、言葉で言うかもね、学びますよ。こんな感じで、サーブの練習をしますので、これもね、はい、お仕事には、お仕事前にやっておかれると自信につながるかなと思います。はい。で、この5回にわたって、ワークショップの中で学んだことをですね、最終的には、ホームパーティーで、実践をします。で、生徒さんは、ホスト役とゲスト役に分かれまして、はい、ゲストの方は、これまでにね、学んだ、これを話したら、会話に花が咲きますよっていうことを、実践して、もう会話を盛り上げるわけですね。その場を盛り上げます。で、ホストの方は、最終的な盛り付けから、シャンパンの注ぎ、それからお水の継ぎ足しですとか、あとお皿の、サーブ、それから、お片付けっていうことをね、いたします。ね、もちろん、今まで教えていた先生もつきますし、最後のホームパーティーの、時にはですね、まあ、スペシャルな先生もね、ご用意してまして、この場はもちろんイングリッシュオンリーになっています。はい。で、まずこちらが、まあ、ディコーラムのご紹介でしたが、まあ、最終的には皆さん終了証も、ゲットして、終わりという感じでございます。はい。で、もう一つですね、新しくできた、ワークショップが、スーパーワークレディという、まあもう名の通り、もうお仕事探し全力で応援しますっていうワークショップです。で、こちらは2週間完結なんですけれども、授業が終わった後の、2時間から3時間を使って、ぎゅっとまとめてですね、やります。で、何をやるかと言いますと、まずは、オーストラリアで、仕事をするために必要なことって何っていうことをね、まずレクチャーで学ぶんですけれども、心得ですとか、タックスファイルナンバーの取り方、それからスーパーニューション、厚生年金ですね。で、何ですかっていうことをまず皆さんで学びます。実際にタックスファイルナンバーの取得もいたします。はい。で、それから、2日3日にかけて RSA、酒類取扱資格を、このワークショップ内で取ります、レストランで働く方にはね、取っておかれるとよろしい資格ですので、こちらも組み込んでいます。はい。それから、人気のバリスタコースも入ってるんですけれども、実際にこういうエスプレッソマシンの使い方ですとか、あとはミルクの入れ方を練習して、練習します。で、これですね、ただエスプレッソマシン使うだけじゃなくて、掃除の仕方学びますし、あとは、コーヒーのね、基本もね、学びます。例えば、ラテとは何か、オーストラリアで一番人気のフラットホワイトって何っていうね、そういう違いもね、勉強します。はい。で、あともう一つ、実践練習が、ホスピタリティ英語と、ホスピタリティスキルを学ぶんですけれども、カフェですとかレストランでよく聞く単語、それから言い回しっていうものを、まあ、座学でお勉強した後、ホスピタリティスキルも勉強します。結構、日本でね、レストランで仕事したことないですっていう方もやっぱりいたりしますので、実際にここに、お皿をね、2枚、3枚乗せて歩く練習なんかもします。こんな感じですね。はい、こんな感じで、インフォーラムのこのラウンジとキッチンを利用して、ふんだんに利用してですね、ホスピタリティスキルの練習を、はい、しています。でもここで、まあ、一通り、学んだ後にですね、インフォラムの、カフェ、キッチンにはバリスタマシンがありますので、そこでですね、実際にコーヒーを作る練習をもうしていただけます。で、実際に生徒さんから、オーダーを取ったりですとか、サーブしたり、これ結構英語のね、いい勉強になるんですよね。コーヒー何にしますかとか、シュガーいりますミルクは何にしますかとかっていう練習ができますし、で、あとはまあこういう感じで、コーヒーをね、入れる練習なんかも皆さんしています。まずは、お仕事を、ゲットするためには、やっぱりまだ英語
英語力も必要ですけれども、まあ、それに付随する、ホスピタリティ英語ですとか、スキルもね、大事と思ってますので、まあ、この、ワークショップを皆さんにご提供しています。はい。では今回はですね、オーストラリア語学学校インフォーラムの優子さんにですね、そのお仕事探しに関するジョブサポートの方をお話しいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。